こんにちは、大木町議員の馬場隆です。9月の議会ですね、前半戦が2日間終わりました。その中でいくつかね、お知らせしておきた方がいいかなという点をですね、いくつか挙げてみたいと思います。まあ、ちょっと個人的に嬉しかったのが、ルリード福岡っていうラグビーチームですね、ちょうど福岡大木町が、まあ、提携を結ぶそうで、まあ、いろんなイベントに参加していただいたりとか、まあ、あとはですね、地域おこし協力隊の制度を使って、まあ、ルリードで、まあ、プレーをしたいっていう、まあ、新しい選手なんかをですね、仕事を地域協力隊の中で受け入れたりとか、まあ、地場の会社に入ってもらって、で、スポーツもやってもらうというような、まあ、協力関係をね、結びたいということで、私も高校の時ラグビーやってたので、まあ、気分的にはですね、すごく、まあ、ワクワクする話でした。あとですね、コンビニで、証明書がいろいろ取れるのが大木町でもやっと始まるみたいで、それに伴って結構ね、経費がかかるので、まあ、コンビニさんに払う手数料であったりとか、まあ、そのシステム代とかがですね、結構かかる、まあ、600万とか初年度においては600万ぐらいかかるので、まあ、経費的には町にとってはきついんですけども、まあ、便利になるし、要望もいくつか私ももらってましたので、全員ですね、可決をしてます。はい。で、あとですね、他は、水路の、ここは、堀池の近くの電気の大きい送電の施設があるじゃないですか。あそこのちょっと北側の、まあ、東西に流れている水路、堀ですね、の路面の工事、これ土地改良区っていうね、ところがもともとやる計画の中で、一部どうしてでもですね、どうしてもその土地改良区という、まあ、組織ではやれないところが真ん中に区間があったんで、そこは、まあ、町の単独の費用でやるということで、それも補正予算の方で1200万ぐらいですかね、の予算で組んでらっしゃって、これもみんな可決しています。これは水路に関してもね、私も20件ぐらい要望をいろんなとこからもらってたうちの一つで、まあ、建設水道課さんにはですね、この4年間で結構ね、その都度要望で立ててました。で、一つこれが、まあ、片付いたというか、実行できたんで、私も個人的にすごく嬉しい案件です。はい。あと、そうですね、結構議論になってたのがですね、学童ですね、小学校とかの脇にあるお子さんとかを、まあ、預かる施設ですね。あれ、ホットガンっていう、まあ、もともと町がやってたんですけども、手続きとかすごく増えてきて、ちょっともう役場じゃできないくなってきたので、まあ、外部に、運営を任せてたんですね。もちろん運営資金としては、まあ、渡してましたけども、他の民間の、要はそういうのをやってるところが運営をしてみたいという、まあ、いろいろ問い合わせがあったみたいで、なので今度契約が切れる時に公募にしようという案が出てました。まあ、これに対して、まあ、どういう議論があったのかというと、まあ、学童は、まあ、公益性が強いので、町外の民間の企業なんかにやらせてしまうと、やっぱりどうしても良くするために、まあ、初子で働いていらっしゃる方の給料が、削られたりとか、まあ、またその、働く人がしょっちゅう変わってしまうっていうようなこともあり得るので、やっぱり公益性が強いものなので、に向かないんじゃないかというような意見がありました。まあ確かにそれも一部あるですね。その実際の現場としては、働いていらっしゃる方、実際お子さんとかの感覚で言うと、やっぱそういうところも結構あると思います。ただですね、その、まあある程度一定数、その、ずっと同じ、いい人たちがやってると、まあ、だれるようなところもあると思うので、まあ、何かしらそういう競争を促すためにも、まあ、一般公募っていうのは、一つの、リフレッシュするタイミングのきっかけにもなると思うので、
個人的にはですね、やるべきじゃないかなと思うんですけどね。そういう議論がありました。まあこれからですね、そういったその告知なんかがね、行われるんじゃないかなというふうに思います。はい。あとまあ最後に、まあ私の対しての辞職勧告の2回目がですね、可決をされました。その間っていうのは、まあ実際に関わっている人は議場から出ないといけないので、どういう勧告文が読まれたのかはちょっと分かりませんけども、その決議が終わった後にですね、私はもう一回議場に入って、なんか弁明することないですかって議長に振られたんですけど、その間いないので聞いてないので何を言われたのか分からないのに弁明するのもちょっと変なおかしな話だなと思って、もう特にありませんというふうに答えました。それでまあその後ですね、いろんなテレビ局やニュース新聞各社の方から、まあ、取材があって、まあ、そちらの方で、まあ、自分の思ってる思いの丈はね伝えました。ただ一部ですね、新聞等で本当切り抜きで、そこを切るのかというような言葉をですね、まあ、新聞記事のタイトルとかにされてるとかありましたけど、まあまあまあ、まあ、それはそれとして、まあ、受け止めてはいますけど、まあ、それによって辞めることはないですというのが趣旨です。はい。以上になります。また、これからですね、決算の委員会があって、3日ほどですね、で、また最終日、まあ、議会がありますので、また中盤後半お届けしようと思います。それではまた。